濃厚が良くない？はっつ。お客様、普通のコーヒーと味わいが濃厚なコーヒー、どっちにします？え？おすすめは濃厚な方なんですけど。じゃあ濃厚な方で。で、脇汗には8方面濃厚ロールオン。濃厚ロールオンは脇の汗じみが気になる人におすすめ。濃厚な使用感の液が脇に密着、脇汗と匂いを長時間防ぎます。濃厚がいいでしょ。8方面濃厚ロールオン。アテンションプリーズ。あっつ。え、肩塗りづら。あ、お客様すみません。硬いバターじゃなくて程よく塗りやすい濃厚なバターあるんですけど。じゃあ濃厚なのください。で、脇汗には8方面濃厚ロールオン。濃厚ロールオンは脇の汗じみが気になる人におすすめ。濃厚な使用感の液が脇に密着、脇汗と匂いを長時間防ぎます。濃厚で塗りやすいのがいいでしょ。8方面濃厚ロールオン。木田さん入ります。こんばんは。よい、はい、濃厚エアラインへようこそ。かわいい、いいですね。はい、カット。あ、それそれそれ。濃厚なコーヒー。濃厚。はい、お客様、普通のコーヒーと味わいが濃厚なコーヒー、どっちにします？お客様、すいません、硬いバター、ごめんなさい。はい、硬いバターじゃなくて。で、脇汗には8方面ドン。ごーごー、ごめんなさい。はい、おすすめは濃厚な方なんですけど。はい、カット、いいですね。取ってきます。はい、はい、はい、こっちの方がいい。ありがとうございます。CA さんになったのが初めてだったので、なんか楽しかったです。こんななんか明るいセット で衣装もめちゃくちゃ可愛かったので、なんか楽しくできました。はい、いっぱい撮っちゃいました。なんか光とかもすごい、本当に飛行機に乗ってるみたいな、なんかね、日の入り方だったんで、いっぱい写真漏れました。まあ普段の CA さんを頑張って意識はしたんですけど、でもなんかちょっと圧を強めにしたりとかして、普段の自分っぽさも入ってるので、なんかちょっと面白みもあるし、でもなんかポップな感じもあるし、なんか怒り顔とかもなんかはっみたいな、びっくりした顔もいっぱいやったので、どれになるのか自分も分かんなくて、そこをちょっとチェックしてほしいなと思います。へー、でも全体的にやっぱ濃厚の方がね、なんか食べ物にしても何にしても美味しいじゃないですか。だからね、やっぱ薄いとね物足りないから、何でもかんでも濃いめにはしますね。そうですね、まあやっぱ街の中にいてもサラリーマンの方とかはシャツを着たりするから、やっぱどうしても目立っちゃうんで、なんかそれでなんか見てはいけないんだけど、やっぱ見ちゃうっていうのがあるんで、なんかそういう時にはそれこそ本当今日の8方面の濃厚ロールオンとかはすごいぴったりだなと思いました。いや、そうですね、やっぱなんだろう、なんだろう、エチケットとしてというか、なんだ、なんかおしゃれする感覚と一緒ですよね。そういうのはやっぱちゃんとしてる人の方がいいなって思います。8方面濃厚ロールオンのウェブムービーをご覧の皆さん、こんにちは、みちょぱです。今回は私みちょぱが初めてのキャビンアテンダント役に挑戦しています。これまでデオドラントのアイテムを選ぶときに濃厚という発想はなかったんですけど、この商品と出会って、濃厚な使用感ってすごく期待できる感じがしました。動画の中でも私が、食い気味に濃厚を激推ししてます。
キャビンアテンダントの洋服も本当にね可愛くて、モレモレなので、たくさん見てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。